ピンクマさん、やばいよ、エクスキャリバーが僕の心臓に入っちゃった。なんかチェンソーマンで悪魔が人間の心臓の代わりになったやつと似てるな。え、エクスキャリバーマン、これすごい邪魔なんだよね。いや、まずどうやってこうなったの？なんかエクスキャリバーが胸に刺さったと思ったら変身できるようになったんだよ。え、じゃあもしかしたら他の武器でも同じことできるんじゃ。そんなわけ。よかったよ。バナナ君、撃たれた場所って心臓だけど。あ、もしかして